最後にじゃあザワザワという曲があるので、これを実はその優子先生が前にねこの曲にフラをつけてくれたのが始まりで、彼女たちとやってることをきっかけの曲でございます。最後このザワザワというところ、ぜひ一緒に歌っていただいて、またフラの踊りも踊れる覚えたいわっていう方はちょっと真似しながら踊っていただいても結構かなと思います。それではザワザワいきたいと思います。おやいやお願いします。